少子高齢化に直面する日本は、必要問題を恐れずに人工知能や IoT、ロボットなどを存分に活用できます。ものづくりが強く、医療介護や工場のデータも豊富です。このチャンスを産業の変革だけには終わらせません。日本は新たな技術をあらゆる産業や日常生活に取り入れ、一人一人のニーズに合わせる形で社会課題を解決するソサイティ 5.0 を世界に先駆けて実践します。第一に、強みが生きる戦略分野に政策支援を集中投下します。健康寿命の延伸、移動革命の実践などの5つの分野を中心に進めます。第二に、分野横断的にデータを連携利用するためのデータプラットフォームを構築します。公共データを民間ニーズの高い分野で徹底的に対応していきます。第3に、個人に着目した学び直し支援などを中核として国民の IT 力を集中的に強化します。第4に、参加者や機関を限定した上で試行錯誤を認める規制のサンドブック制度を導入します。まずはやってみるの精神を政策にも取り入れます。第5に、あらゆる地域、企業、人々、観光支援をつなげ、地域経済を豊かにします。石原大臣を中心に、関係大臣は今日提示された草案をもとに、与党との調整を進め、新しい成長戦略をまとめていただきたいと思います。